企業分析の専門家が業界の動向や注目の銘柄を詳しく解説する業界ウォッチのコーナーです今日のテーマはこちらですビール減税で知恵比べ飲み会離れ防げるかゲストをご紹介いたします水保証券シニアアナリストの佐治弘さんです佐治さんはビールなど食品飲料業界を20年以上にわたって見ていらっしゃいますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします さあそもそもなんですがビール系飲料と呼ばれるものには皆さんよくご存知のようにビールほと、まあの普通のビールこれを業界では競技のビールとかっておっしゃるそうで,そうで、ね、狭い意味でのビールそれから発泡酒第3のビールとあるわけなんですがこれも皆様よくご存知の通り税額がバラバラでしたそれを2026年の10月には一本化する予定ですと。 これまでの間にに段階的に改正変更していくわけですで今回この10月を境にどうなったかといいますとこちら第3のビールは発泡酒と同じ税額に引き上げられてビールの方はといいますとこれは引き下げられた。ということは今回の改正で以前よりもお得になったのはビールということですね。そうです、はい じゃ、あこれを機に各社はどんな動きをするんでしょうか。そうですね、みえ、税額が下がるビールについてですね、各社とも。積極的に新商品を発売をしているということです。で、特にポイントはですね、各社ともに、あの、やはりビール競技のビールで競争が加熱をするというのを避けるために。え、はい、訴求ポイントを変えた新商品を出しているというのが今回のポイントです。はい。あ、それぞれ訴求ポイント、これですね。そうですね。ばらけた。 そうですね特に例えば朝日であれば低アルコール遅くこれ3.5%分のアルコール分なんですけれども海外オーストラリアで非常に成功しているんでそれを日本に持ち込むということですね低めってことですねそうですね世界的にも適正飲酒っていうのが非常に求められているんでそれに適合した商品になってますはい。それからキリンはですねクラフトビールもともと強化をしていたんですがまだ日本のビール類の中で数量で1%から2%ぐらい非常に少ないんですねアメリカは10%を超えてますから そういった面ではここに国産ホップを使った新商品アイテムを追加するというそういった取り組みです、うん、じゃあ方や飲む側消費者側どうかと言いますと若い人の間ではお酒離れが進んでいるようですねそうですね本当にあの残念なんですがそういうことです <laughs> はい。このグラフのように20歳24歳からは日常的にお酒を飲みたくないと考えている人がこんなに多いということなんですがこうした中で 各社はじゃあどういう手を打っているんでしょうかそうです、ね、特にその20歳から80歳日本だと大体8000万人いるわけですけれどもうち半分ぐらいはです、ね、全く飲まないとか飲めるけど飲まないという方がいらっしゃるわけですね特に若年層、若い人がこの類の部分で非常に多いので、うん、そこにやはり非常に新しい商品で、まあ、あの新しく飲んでもらおうというそんな取り組みをあの強化をあのしています。 あと昔はです、ねあの機能、例えば辛口とか飲み応えとかですねそういった機能的価値を訴求したものが多かったんですが最近はあの情緒的価値というかですねそういったそのブランドの世界観を訴求するような取り組みが非常に増えてきたとということですね情緒的、世界観って例えばどんなことですかです、ね、例えばの札幌が展開をしている黒ラベルですねあの丸くなれな,丸くな,るな星になれというキャッチフレーズでやっているわけですけれどもやはりあの若い人なんかはその自分らしくですね まあ生きるということに非常に関心が高いんで、まあ、先人で非常に成功した方にコメントをしていただいて、まあ、ブランドの,その世界観に共感をしてもらうとそういった取り組みが代表的な位置づけにあると思います若い人のハートに訴える戦略そうで、ね、ということですねそままさにその通りだと思いますあの先ほどの税額の出し物で第3のビールは税額上がるということでそうするとここはもう下火になってしまうのでしょうか。 そそれはははですすねねうなならいいと思います、ね、やはりあの競技の、まあ、ビールのウエイトというのは大体ビ日本のビール類のうちの半分弱ぐらいあるんですけども実はそれ以外もです、ね、半分ぐらいあるということで特に,ビールに競技のビールに匹敵する規模が実は第三のビールにあるんですねですから各社ともにそもそも切り捨てられないという実情があるということです。うん それから2つ目としては今回主税、酒税,税改正で値段は上がりますけれども小売価格はまだ競技のビールに対して安いという位置づけにありますので価格が全くその優位性がおとなくなるわけではないということです。はい ここでビール系飲料のシェアを見ていきたいと思います。こちらですが、え朝日とキリンがまあ30%台で争っているとまあ、サントリー札幌台札幌はまあ10%台ということですね。まあ、この税額の改正によってまあ先ほどありましたように。まあ第3のビールでも。